やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。心開いてるの一緒にすぎだろ。大丈夫？きっと助けてくれる。なんかキャラクターを操作をするとその周辺がすごい不幸になってくんだけど、いませんか？ズラトコさんです。めっちゃ良さそうな人、顔がお前はいい人だね。俺はわかる。海外の作品のこの人、こういう顔の人はね、さあ帰って、はい、いい人です。わかります。待って、はい、いい人ね。お願い助けて。そばは決まってる。入れ。金持ちの家に転がり込めたな。やったぜ。さあ入って、遠慮はいらん。すんげえ。ダチョウもいるからね、金持ちんちには。ズラトコね、名前覚えとこう。大丈夫？なんか変な実験とかしてない？怖いよ、なんかその地下はやめよう。ズラトコ、ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。おっ、ああ大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。普段から助けてんのか。一人だと寂しいからな。私のことは誰から。気持ち悪い。絵画すがりのアンドロイドが助けてくれるかもって、うん、なるほど、変異体か。その子は。いやー怪しいな。人間です。で、安全な場所に行きたいのか。なんでそんな優しいのにお前一人しか雇ってないんだ。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。新規一点にはもってこいだ。ええ、その。で、なんで屈強なやつを雇ってる。そういう場所に行きたい。お前地下に連れ込んでんじゃねえのか。手助けはできる。いや、あかんねえ、これはわかんない、これは読めない。ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら、来なさい。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。お前嫌われてるけどな。いやー、これアンドロイド分解系か、アンドロイド売りさばき系か、趣味でアンドロイドをコレクションしてる系か、本当にいい人か、わからない。これはちょっとわからない。なんで金持ちなんだこいつは。売りさばいてね、売りさばいてるかな、金持ちだもんな。どこ行った。怖い、こいつが行っちゃう。怖い。おい、そっぽ向いて、ほら、目を合わせようとするとさ、そっぽ向いて、ほら。やばいって、やばいって。壁の塗装されてない地下はやばいんだって。やめない。ハモを後ろにキャストしても後ろに進まない。このゲーム乗っちまったー。くわー、ちょっとで取りで、これ何もしてない、今何もしてない、助けてくれ。ああ、改造だ、改造だよな、わかるよ、俺もそうやって思ってる。人間にしかわかんないんだよ、この不気味さとかは。警戒しよう、警戒しよう、警戒しよう。私も信じてない。よし、いいぞ。油断しないで。
一番油断できないのは俺だろ。怖いんじゃん、なんか女の子誘拐して。これ。気をつけ。お、やばい。鎖だ。牢屋だ。あ、売人です。はい、戻ろう。戻ろう。戻ろう、今。うわぁ、ガチでやばい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 。それじゃあそこに立ってくれるかな。アリス立て。俺より先に。俺は行きたくない。大丈夫、本当にこれマジ終わるって絶対もう。先に言っておくが少々痛むぞ。痛み？知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだつまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。何？でもさっき、ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。ヘイボーイ、クマさん、実験に使う。全部当てはまってる、全部当てはまってる。ガキがいた。おら、カバジを使ってこうやって抑え込めるのよ。閉じ込めとけ、そいつは後だ。アリス、アリス、いや。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ苦しみから解放してやろう。バカン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 。メモリ消去されてる。消去されてる。なんかないの？絶対なんかある。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 上か？上か？上だろ。これ真上だろ。苦しみ。ここか？希望。裏切られることもな。絶対頼む。何？かわいそうなアリス。アリス、俺のこと好いてくれてるか。ちょっと待ってよ。アリス、なんか引っこ抜け。ね、どうしたの？アリス、引っこ抜け。ほら、こっちに来い。どこだ？何してアリス？今お前に構ってらんない。どうでもいい。噛みやがったな。噛んだのか？それじゃあたっぷりお仕置きをしてやらん。あー、いいぞ。起きてカーラ。待って、今こっちも努力してんだよ、黙っとけ。はぁ、どうすんだこれ。あー、お前カバジや。もうリセットされた？逃げよ。こっから逃げる。リビングへ来るんだって俺話してもらってねえんだけど。サーキットをショート、サーキットをショートさせる。他、腕につながってるなんか青いケーブルか、それとも赤いケーブルか。赤のケーブルはねえのか。赤、黄色や、黄色のケーブル。やべ、ミスった。もう一回。あかん。あ、やべ。どうしよう、記憶がどうしよう、記憶がない。思い出せ。まだ俺のどこかに。誰だこの女は。うわ、いやー、でも無理だ、思い出せない。檻を開ける。誰だ。記憶が消された。
頼む。思い出してカーラ。やめろ。あの子のためにも。やめろ。あの子って誰だ。俺は知ってる人間なんていない。うさばらししてるんだよ。黙れ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 。でもやつこそ化け物だ。俺たちにこんなことして。俺は人間に使えるためのロボット。それが仕事なのに化け物なんて呼ぶな。じゃない、僕は死んでしまう。あの子、あの子って。え、これもう思い出せないかもしれない。いや、俺アリスを見たら思い出せるか。で、キャ、安全な場所に行きたいなら人生をやり直せる場所だろう。これ持ってっちゃっていいのか？持ってっちゃったらこれルート進行するぞ。うわー！誰か思い出してくれ！中にアリスがいて、それで思い出してくれ！頼むぞ！いっけー！え？残骸を処分しろ。隣の部屋に持ってけ。あの女何も言わずに逃げやがった。来た来た来た。俺のことゴミ袋の店で会計しといて逃げやがったっさ。乗ってる乗ってる。これルート乗ってます。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。隣の部屋に、残骸の部屋にさ、死んでるアリスいるとかいない、ないよね。ルーサー、お呼びですか。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。連れてきます。よかった。なに、わっわっ、急げ急げ。タイムリミットとか始めちゃダメ。やばい、やばい。オッケー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 。オッケーオッケー。あの女の子は誰？思い出せ！来た！思い出せ、来ました！ヤクだ、ヤク。あ、思い出す！来た！来た来た！やってたよな！あいつも！その家には誰がいた？私の名前はカーラ！そうだ！私の名前はカーラ！カーラ！カーラ！アリスの国にいる！アリス！私はアリスを助けた。私はアリスを愛している。アリス、アリ、ここで何している？誰？ご主人様が許可したのか？ご主人様には逆らうな。そう、逆らってはならない。なぜここにいる？何をしている？傷つけるつもりか？いや、いや、そんなはずはない。息の根を止めておこう。うるさいからな。ここだろ、一番奥の部屋、一番奥の部屋。アリス、アリス、アリスだ。アリス、思い出したんだよ。カーラ、私思い出したの。カーラ覚えてるの？さっきはごめん。やるわけない。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。よし、行きましょう。音を立てないようについてきて。
こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。やばい、こっちだ、こっち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 。ご主人様。なんだ。子供が消えました。何ボケっとしてる。探してこい。やばい、ずっと押してんの、指がつる。あー、つるー。早くどっか行って、痛い。B ボタン離したい。ルーサー、お前一体何してんだ。ほら来い。ただいま。B ボタン離したい。廊下行こう。あぶね、生きるね、止めといて、マジ正解だったな。何ボタン、そこに隠れているの。よよ、ほら出てこい。よよ、懐中電灯テーブルにあったろ。ここでいいのか、ここでいいのか。ほら出ておいで。傷つけたりしないよ、ただ話したいだけだ。メモリーを消した。よく見つかってねえな。ルーサー走れない、かわいすぎる。ルーサーがかわいすぎる。こっち、アクションでゴリ押しする。アクション絶対ミスんな、絶対にミスんな。集中しろ、手汗がすごい、手汗がすごい。うわー、裏口。ここは外に繋がってるって知っている俺は。走る。うわあ、テンプレすぎる、テンプレすぎる、あれあれすぎる。しゃ、身代わりだぞ、身代わりだぞ。逃げるのよ。まずい、これはまずいって。言っただろう。夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。何？こっからどうすんの？まさか。何してんだ。おい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 、それは熱い、はい、それは熱い。いいえ、ルーサー、どきません。ルーサー、さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。あ、おい、何しやがんだ。今までの恨みが。どういうつもりだ。なんでここに。勝った。誰が出した。俺たちの勝ちだ。おい、やめろ。見るじゃない、アリス。アリス見るな。俺はお前のご主人様だぞ。ルーサー、一緒に行こう。お前は幸せになるべきだ。本当にすまなかった。ルーサー、俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。いい表現だな。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。ルーサー、一緒に旅しよう。俺がお前とその子を守ってやる。あー、ルーサー絶対死ぬ、最悪だ。確定だ。 100% で死ぬ。絶対に死ぬ。無事で本当によかった。100、もう100やねん、こんなもんは。 98%。
どこで見捨てたら？ズラトコから逃げるで死んでた線あったな。危ねえ、マジで。マジ危ねえ。よかったー、よかったー。最高だな、抱っこしてくれんの。ルーサー好きになってく。マジルーサーが好きになってく。どん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 。急にね、ルーサーがいるんです。俺がやろう。私がいる。すげえっす。よし、いいぞ。怖えな。ここが一番マシそうね。本当か？あ、なんか心の距離が縮まりそうな。ついに来たー。やっと上がり出してる。現実的に行こう。こんな風にはなれないかもしれない。でもきっと違う形の幸せを見つけられる。私たちなりの。いや、俺はこれ方針なんだよね、これ。マジで。いや違う、これガチで。俺こうちゃんと事実を伝えた方がいい。カーラと一緒にいられれば。子供にはすごい急に距離感が。そろそろ寝ましょう。嘘をつくとよくない。ちゅゆっくり寝てね。おやすみ。うーれ、あんたなんだ子供なんて。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのがあるはず。やった。女の子は恋バナ。女の子は恋バナ。そういうお話じゃなくてね、お話を作って。昔あるところに女の子がいました。女の子は怖がっていました。これはね、オーバーラップするんですよ。アリスに、アリスにオーバーラップするの。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。アイスが今どういう状況か。無理な願い。でもそれは無理な願い。そういうことじゃないねん。そういう、いやー、ミスった。ある日その子はロボットと出会いました。従順なロボット。ロボットは命令に従ってばかりでした。うん、なのけれど一度でいいから逆らい。それが私ね、これが私ね。そこで二人は一緒に逃げることにしました。そう、オーバーラップしよう。幸せを求めてな。より良い暮らしを得るために旅の途中、二人は危険な目に遭いましたが、でも私たちは力を合わせた。二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で二人は、どうなるか。物語は巨人って言った方がいいな。巨人にしよう。巨人に出会いました。物語のおしまいは、自分で決めるだ。結末は私たちが決めるのよ。ちょっと冷酷すぎるかな。冷酷すぎるかな。あ、来た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 。でもいいや。でもナイスナイスナイス。お休みのキスはしてくれないの？したろ。ルーサーか。もう。ああ、もちろん。
リューサーでけえ。おやすみアリス、ぐっすり寝て。優しい子だ。ええ、雪の話とかしたくないな。まず計画から。国境を越えた後はどうするつもり？まだ考えてない。自由なんて初めてだ。うん、自由いい響きだな。でもそれがどういうことだかわからない。ルーサの過去を聞こう。ズラトコに捕まる前何をしていたのか覚えてないの？いいや、俺は重い荷物を運ぶためのモデルだ。うん、港の作業員だったのかもな。今となっちゃどうでもいいことだ。俺は変わったんだ。カーラ、アリスは特別な子だ。分かってるだろ？ええ、もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だって分かる。あがん。何？アリスを守る以外の選択肢あんの？火を消す、棒をつかむ。棒をつかむだろ。問い詰める。誰なの？何が望み？こっちに来ないで。怖がるな、傷つけやしない。俺たちは仲間だ。そんな入り方せんだろ。俺たちはジェリー。肺炎した時に置いてかれてね。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るな。あ、どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス、やめておいた方がいいわ。行くしかなさそうだな。ルーサーがいたら大丈夫。怖いもんねえよ。来てから。銃を取る銃を取るがある。銃取っといてよかった。波乱の予感だぜ。やっぱ撃つフェーズあったりすんのかな。大丈夫かこれ。さあどうぞ。メリーゴーランドはちょっといいかもね。ちょっとエモいかもしれない。うわー、アリス見てー、綺麗だねー。さあこれに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。アリスお前に心を開いてなかったからな。辛い目に遭ったばかりだったろ。
いいな、いいな、いい、いい物語だな。でか、出たここ、反逆軍。注目のルート。おお。分かってるのか。見つかれば殺されるぞ。絶対に失敗しない。サイバーライトの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドが。絶対失敗しない、俺。おほー、そうだよな、アクションいけるからな。ほい、まちょー、えい、いいね。倉庫はこの先、もうすぐ。ジャンプするの楽しい。よっ、サイバーライフの倉庫、必要なものがあそこに。ドローンを何とかしないと。僕がやる。え、やめようよ。なんでよ、なんでよ、無理だよ。直接飛ぶ。見つかってしまうんだ、なるほどね。だってさ、これアクション発生しないから勝手にやってくれんだよ。おいー、よいしょー。うわー、うわ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 。やるじゃないの。認められた。カバンに詰め込むんだ。できるだけ入れろ。部品を詰める。やばい、アサルフェーズなんだけど来た。あ、スタックして動けないです。あ、お、え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 、びっくりした。終わったかと思った。終わったかと思った。うわ、たくさんじゃん。ブルーブラッドに。あなたたちは私有地に立ち入っています。施設への侵入はレベル2の違反行為。この情報をセンターに送ります。ジョン、たく、あの機械はどこ行きやがった。殺そう、殺そう、殺そう。おい、何してる、待ってろと。オッケー、オッケー。バチバチに切れてる。けどまあ取れるからいいんじゃない。そろそろここから脱出するぞ。なん、最新型 AP700、 コナーが800じゃなかったっけ。君たちも僕たちのように。やばい、思想が深くなってきてる。自由になりたくないか。やばいな、こいつ逃がしてみよう。一緒に行こう。俺たちと反逆しよう。革命を起こそうぜ、世界がよ。感情わからねえ。か、あ、尊敬されてる。ほんとに競争になっちゃった。競争になっちゃった。やばい。俺も連れてってくれ。そいつは敵よ。たまんねえな。犯したのに置いていくのか。
一緒に連れて行くなんて危険すぎる。だってさ、いや、受け入れるよ、俺は。俺は受け入れるよ。連れて行く。だってさ、この世にさ、もっと部品を手に入れたくないかい。おっと、来やがった。どういう意味だ。1億2000もロボットがあんだぜ。人間全員殺せるぜ。生体部品がぎっしりだ。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。鍵はどこにある。あそこの制御室にある。人間の警備が2人、気づかれずに鍵を盗むんだ。マーカス、自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品が。うわー、ここで利確するかだな。逃してはないでしょ。俺たちがやられたら残されたみんな、そんなの危険すぎる。もともと危険なこと俺たちはしてるぞ。行こう。鍵を手に入れるぞ。10分で。僕が戻らなかったら行ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。そもそも人間に反逆してるという行動自体がリスクのある行動なんだよ。ここで安全とか取ってどうすんだ。鍵を見つけたね。次は開いてんだ。ほい。リスキーすぎる。リスキーすぎる。やば。あの犬がもう年中吠えやがって。なんであんなに吠えるのかね。あれ嵐のせいだろ。イライラすんなって。ああ、子供と週末キャンプに行く予定だったのに台無しだな。マイクはエリア4か。待って停電？ドラム缶を使って注意を引きつける。なるほどねー。で、一回でよ、緊張感ありすぎる。緊張感ありすぎんだよ。いけ！おい、今のはなんだ？きっとドラム缶だろ。よいしょ！盗め！完璧。スタンミジャパンにしてはよくできすぎてる。スタンミジャパンにしてはよくできすぎてる。逃げよ。完璧だー。すごい。鍵は持ってきたぜ。うわぁ、なんかすごいアクション始まる。ふぅ、RT がここね。通れんだ。頼むぜ。おい、味方だろ。お前俺の味方になったんだよな。俺の世界を変えようって。お前を俺は連れていくことを選んだんだぞ。あいつ出せ、あいつを出せ。いけたんだけど。普通に勝ち。革命が起きた。とんでもない量の物資とトラックを確保したぞ。トラック丸ごと盗んでやった。これだけあれば全員助かるな。全部マーカスのおかげね。さあ、敬意を表されてる。すごいことになってる。自由を求めてこのジェリコにやってきた。だが実際は見つからないこと。ジェリコから始めよう。起こりもしない変化をただ自分の世界は変わる。変えられる。そんな自由はいらない。笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。
だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。俺はただの機械じゃないんだと。演説は俺は生きている。もうその事実を奪わせはしない。人間に服従する日々は終わりだ。彼らに真実を伝える時が来た。俺たちの権利を取り戻すんだ。俺たちは生きている。俺たちに人権を。俺たちは自由なんだ。すごいカリスマ性がすごいわ。俺は人を殺した。あの時の感触が忘れられない。革命の始まりだな。 65% いいんじゃない。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。助けてくれ。マジで競争だ。ここの人のルートマジ好き。マジでルート好きだわ。ルーカスとこいつが好きすぎる。このゲームは。ルーカスじゃねえか。なんだっけあいつ。ルーサーか。ルーサーだわ。なんだこのトイレ。埋まりまくってんな。おほほほ、おー、天井裏ですか。おー、たまんねー。防アイデンティティみたい。わー、すごいねー。変異させる。協力してほしい。ギアスやん。わあ。トラック。KLC が募集してるって話よ。ここよりはマシでしょ。やっとアンドロイド宇宙に送ったって。すげえ。ロケット飛ばしてるの。クソ。サーバールームに入るには。あいつらを追い払わないと。俺がやる。あ、もうやめよう。俺がやる、やめない。わあ、俺がやる、やめようよ。何でもやり放題だぜ。ちょろいもんだぜ。俺の手にかかるやよ。うわー、すごいミッションインポッシブルやん。おい、何してるんだ。殺そう。いけー。ところで向こう向け。おい、嘘だろ。ちゃんと見張っていろって言ったじゃない。ナイス。よし、急ごう。じきに奴らにもバレる。すごい、すごい。レディーファースト。何？Y X A B Y X A B R B L B R B L B。マジですげえミッションインポッシブルや。ん？ミッションインポッシブルって公開どっちだろう、先なの？
全く同じなんだけど話が違う。ん？ん？これ？ん？全く一緒だぞ。え、すごいね。てか思いっきり良すぎな。俺たちもこんなことしだしたのか。みんないいな。時代が進歩して強盗グッズも進歩してるやん。今日は避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。どっちの評価を取るかってことか。ああ、行っちゃおう、もう。俺は行っちゃう。ついてこい。おい、何してる。本社に連絡を。急げ。よし。オーケー。はい、エース。バレたわよ。急がないとまずい。サイモンが撃たれた。平気だ、まだいける。急いで、時間がない。フッチはあるから大丈夫や。お前のことは直せる。何これ、奇襲する。もう鉄砲もうちょうだいだぜ。うわ、みんな撃ってる。はぁ、行こう。見えるように手を挙げて立って、ほら。いいね。オペレーターに動くように命令する。ほら、どけ。動かねえと撃つぞ。撃って、マーカス。殺そう。通報されるのよ。撃って。殺そう。殺そう。そう、仕方ないでしょう。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。お願い、慎重に言葉を選んで。いや、もうこんなことやってんだから殺しはやめようなんて甘ったるいこと言ってらんねえだろ。顔を。へえ、すげえ。いいか、始めるぞ。始めよう。始めよう。断固とした態度で、俺自信があるからな。あなた方は機械という奴隷を作り上げた。常に従順で、おとなしく。あなた方が面倒だと思っていることを全てやってくれる奴隷です。でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。うん、もうあなた方の夫愛がいいね。我々は新たな種族なのだと。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。
これはマジ難しい問題だな。種族の認知か平等の権利なんだけど、種族を認知されたからといってそれが平等になるわけでもないし、種族を認知された上に平等があるもんな。もう一気に平等まで行っちゃおう。俺たちをそこまで連れてってくれ。ここに人間とアンドロイドの平等な権利、一番上、これは要求として一番辛い。ああ、順番の話なの。私たちはここに人間がアンドロイドを新たな種族として、そして個人として認めることを求めます。で、うわ、むずいね。まあでも燃やされてたり車の後ろに繋がれるのに対して裁きは欲しいなとは思うね。警察がちょっとロボットを軽んじてたりするから、そこは公平な裁き。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。みんな奴隷として嫌がってんだよな。もう隔離も奴隷チックだし、労働の対価が低いのも奴隷チックだな。隔離されること自体は別にそんなめっちゃ苦ではないんじゃないかな。労働の対価の方が。ここに公正な労働の対価を要求します。領土とか言い出したら本当に革命家だな。ロボットの世界作らねえか。生産設備っていうことはもうなんか人間と協力ってことだもんね。共存だよな。領土がもう完全対立。俺は中途半端なことできないから、人も殺してるし。領土よこせ。私たちが独自の国家を築けるよう州を一つ取り打ちとして譲渡するよう求めます。すごいこと言ってるマジで。アンドロイドの国を作る。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。やつらだ、行こう。イエーイ。全面戦争。大丈夫だ。俺はもう無理だ。置いていってくれ。サイモンもう無理か。何だ。逃げるかサイモン。いやいや、もうサイモン逃げよう。ごめんサイモン、行くよ。俺は、俺が死ぬわけにはいかない。俺がいないとこの国は動けない。いや、閉めろ閉めろ閉めろサイモン。もう俺はこの国の王者となったから、俺の命を大切にしないといけない。サイモン一人助けてらんない。やばい、なんかやばい、まあ、始まりそう。大丈夫か。 A ボタンだけであれ。よしよしよし、 OKOKOK。 いいね。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいて。すげえ、世界が変わっていってる。世界が変わっていってる。ハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えた。今回の襲撃で尊い命が犠牲になりました。当放送局のオペレーターがテロリストに射殺されたのです。世論は下がって正解だからな。人間に向けたな、そのニュースなんてな、どうでもいいんだよ。下がれば下がるだけいいからな。アンドロイドの生命だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。このメッセージは宣戦布告ととって間違いない。その通りだ。お前らの受け取り方は間違っていない。これは宣戦布告なんだよ。人間を撲滅する。テクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。一番このルートおもろいな。脱出はできたが、サイモンが破壊された。いいねえ。どんどん行きましょう。あそこでサイモン助けるのはね、でも絶対ない、俺は。
あんなことやって、みんなの先頭に立ってさ、やろうぜ、行こうぜって俺が死んだらさ、路頭に迷うじゃんね。チームが。サイモンには犠牲になってもらう。ローディングが終わんね。ん？なんだこれ。破壊されたかもしれない。滅びた。